なんか最近たるいよな。いろいろと鍛えてみたけど強くなった実感はないし。まさか今更街道をうろついてる魔獣に苦戦するとは思わなかったぜ。ああ、なんでも最近魔獣が凶暴化してるらしいよ。以前の 2,3 倍は強くなってるんじゃないかってさ。なるほど、そういうことか。仕方ねえ、久々に街に繰り出すとするか。どうだ、北区のラバンタルに行かねえか。ああ、2階のカジノが新装オープンしたところか。いいね、色っぽいディーラーの姉ちゃんもいるらしいし。へへへ、あわよくばおさわりなんかしちゃったりして。それだ、カルナの姉子も留守みたいだし、少しぐらい羽目を外してもいいだろ。はぁ、ちょっと見直してたのに。あんたは、わお、新人遊撃士のエステルちゃんじゃん。どうも、久しぶりね。武術大会で戦って以来かな。ああ、そうだな。いや、俺たちあれから決勝戦まで観戦したんだけど、マジすごかったよ。あんたのこと惚れ直したもん。ありがとう。それよりもカルナさんがいないからって羽目を外すとか言っちゃって、アガットに聞かれたらまた焼き入れられちゃうわよ。ただの冗談だって。くれぐれもあの人にそんなこと言わないでくれよ。け、あんなやつ怖くもなんともねえっての。ところで、そちらにいらっしゃる色っぽいお姉さんはどちら様？この人は知らねえ。私と同じく遊撃士なの。はじめまして、シェラザード・ハーベイよ。あなたたちの先輩のアガットとは懇意にしてるわ。よろしくね、不良くんたち。こりゃまた色っぽい。ちょっと知らねえ、何色気を振りまいてんのよ。ただでさえこの人たち女気がなくて危ないのに。まあまあ、サービスっていうことで。それはともかく例の話をこの人たちに聞いてみたら。あ、そうだったわね。あのね、今日訪ねたのはギルドの用事でなんだけど、あなたたちの中で白い影を見た人っている？それってだよな。あ、やっぱり知ってるんだ。差し支えなければ教えていただけないかしら。やっぱここはだな。何話してんのかしら。教えてもいいが条件がある。それさえ OK なら知ってることを話すよ。何よその条件って。ちょっと挑発しすぎちゃったかしら。決まってんだろ、こういう時のお約束といえば。ズバリ手合わせだ。武術大会の時のリベンジをここでさせてもらうぜ。はあ？あれから俺たちまた強くなったんだよね。しかも3対2なら絶対に負けないよ。なんだ、そういうことか。望むところよ。シェラネーもいいよね。うん、別にいいけど。まあいいわ、それなら遠慮はいらないわね。
いらっしゃい坊やたち。お姉さんがたんと可愛がってあげるわ。いややっぱ女相手に手合わせってのも男がスタるかなーなんて遠慮しなくていいのよ。せっかくだから骨の髄までしびれさせてあげる。あら、もう終わりなの？最近の子は淡白ね。もっとガンガン来ていいのに。はぁ、シェラ姉と付き合ったらいくら体力あっても足りないわよ。でも大会が終わってからもちゃんと鍛えていたみたいね。こんな場所でたむろしてないで
遊撃士でも目指してみたら？何？あ、俺たちが遊撃士？ありえねえって。でも私みたいな小娘だって遊撃士やってるくらいなんだもん。あなたたちだってその気になれば十分なれると思うわよ。まあ腕っぷしだけなら準遊撃士と張ってると思うけど、ただ遊撃士っていうのは戦いだけの仕事じゃないからね。簡単になれるだなんて安請け合いしない方がいいわよ。そっかな。そうだよな。俺ら喧嘩くらいしか能がないし。そんなうまい話あるわけないよな。とりあえず約束は約束だ。あんたらの知りたいことを教えてやるよ。ありがとう。さっきも言ったけど、私たち白い影を目撃した人たちを探しているの。あなたたちの仲間でもいるって聞いたんだけど。ああ、いるぜ。今日は来ていないが、ベルフって名前のやつだ。1年前に入ったやつでね。あんたも多分顔を合わせてるとは思うが。あなたたち以外の人はちゃんとは覚えてないけど、そんな人もいた気がするわね。ベルフのやつ1週間ほどこの倉庫に来てないんだよね。幽霊を見たショックで家で寝込んじゃってるのかも。それってひょっとして呪いとかたたりなんじゃ。それは知らねえが、すげえビビってたのは確かだ。もともといいとこのボンボンで気が小せえやつなんだ。いろいろと事情がありそうね。詳しい話は本人から聞くから、住んでいる場所を教えてくれる？市長邸の右隣にある家だ。ノーマンっておっさんの家で、ベルフはそこの長男なんだよ。市長邸の右隣にある家っと。情報提供どうもありがとう。それじゃあ場所も分かったし、ベルフって人を訪ねてみようか。そうね。ありがとね、不良君たち。私たちはこれで失礼するわ。おう。お疲れさん。また来てくれよ。頑張れよ、姉子にエステルちゃん。ここがベルフって人の家？市長邸の右隣って言ってたし、いいと思うわよ。あら、いらっしゃい。あいにくだけど、主人は今ホテルの方に詰めているのよ。そちらに行っていただけるかしら？いえ、用があるのはご主人の方じゃありません。ベルフ君という息子さんの方なんです。
あらあら、ベルフの？ごめんなさいね、てっきり選挙のことで用があったのかと思ったわ。選挙って、あ、ひょっとしてここのご主人さんが。ええ、主人のノーマンが市長選挙に出馬するんですの。それでホテルの最上階を選挙対策本部として使ってね、そちらで支持者の方々と選挙活動をしているみたいです。そうなんですか。あの、私たち遊撃士協会の者なんですけど、いくつか息子さんにお聞きしたいことがあって。遊撃士協会？あの、うちのベルフが何かしてしまったんでしょうか？いえ、どうかご心配なく。実はベルフ君が奇妙なものを見たと聞きまして、の目撃情報を聞かせてもらいに来ただけなんです。奇妙なもの？お母さんの方は何も聞いてないんですか？ええ、恥ずかしながら、久しぶりに息子が帰ってきたのはいいんですけど、ろくに話もしてくれなくて。主人は選挙で頭がいっぱいで、息子と話をしようとしないし。そうなんだ。とりあえず息子さんと話をさせてもらえませんか？悩みがあるなら相談に乗れるかもしれません。そうですか、よろしくお願いします。ベルフは2階におります。どうぞ上がってくださいな。ちょっといい？何やってんだろ。親父がいないからって安心して家に戻ってきて情けないぜ。まったくもう、人が話しかけてるんだからこっち向きなさいっての。え、うわぁ、なんだあんたたち。やっと気づいたわね。あなたがベルフさん？ああ、そうだけど。って、あんた武術大会に出てた遊撃士？エステル・ブライトよ、こっちは先輩。それで一体何の用だよ。実はあなたが白い影を見たっていう話を聞いてね、詳しい話を教えてもらえないかと思って。その話か。正直あんまり話したくないんだよな。話すと思い出してまた怖くなっちまうから。え、そんな怖い話なんだ。まあまあ、そんなこと言わないで。お姉さんに教えてくれないかしら。でも、教えてくれたらいいことしてあげちゃうかも。ちょっと知らねえ、色気振りまかないでってば。お堅いこと言わないの。それで話してくれる気になった？はあ、参ったな。俺1週間前までチームのたまり場になってる倉庫で暮らしてたんだ。この家には飯を食いにたまに帰ってくるだけで、仲間とバカやりながらあそこで寝泊まりしてたんだ。理解に苦しむわね。せっかく居心地のいい家がこんな近くにあるのに。若いってことかしらね。それで話の続きは？一週間前の夜、いつものように仲間たちと酔っ払って倉庫で寝てる時にふと起きちまって、夜風に当たろうと外に出たら、
見たって例の白い影を。ああ、空に浮かぶ白い影をな。マントみたいなのをまとって古めかしい衣装を着て踊るように銃を待ってたんだ。ずいぶん具体的ね。酔っ払って寝ぼけていた可能性は？いや、それはないぜ。俺、一気に酔いが覚めちゃって叫ぼうとしたけど声が出なくて、幽霊が北東の方に飛び去った後、倉庫に戻って大声で他の連中を叩き起こしたんだ。それでロコさんに殴られちまったんだけど。なるほどね。夜中というのは具体的に何時くらいかわかる？そうだな、真夜中の2時くらいかな。ああ、もう完璧に思い出しちまった。わざわざ家に戻ってまで思い出さないようにしてたのに。それが家に戻ってきた理由なんだ。確かに幽霊を見ちゃった場所で寝泊まりしたくないのはわかるけど。さぞかし家のありがたさがわかったんじゃないかしら。これを機会に不良なんてやめちゃった方がいいんじゃない？わかってるよ、向いてないって。でも俺どうしても親父と顔を合わせたくなくて。今親父選挙活動とかでホテルで寝泊まりしてるから、俺も家に戻ったんだけど、選挙が終わったらまた顔合わせることになるし、これで市長なんかになったら余計に締め付けてくるんだ。それって結局嫌なことから逃げてるだけのような。ほらほら、元気出しなさい。うわっ、ちょっと知らねえ。情報提供のお礼も兼ねた励ましよ。あとは自分で考えて答えを出した方がいいわね。あなたのことはあなたにしか答えが出せないんだから。お姉さん。さーてと、最初はこんなところか。エステル、次に行くわよ。はぁ、まったくもう。ウェルフさん、情報提供ありがとね。おう。Thank you.
だらしがない。久しぶりな気がする。ここにあれを見た兵士さんがいるのよね。ジャンさんが言うにはね。まずは関所の隊長さんから誰が見たのか聞いてみましょう。
わかった。それにしてもこんな綺麗な場所であれが出るなんてね。エステル、自分をごまかしちゃダメよ。白い影とかあれじゃなくて幽霊だって認めちゃったら？聞こえない、聞こえない。私は断じてあれなんて認めないんだから。すみません、遊撃士協会のものなんですけど。ああ、ご苦労さん。おや、確か君は公爵閣下が来た時の覚えてくれてたんだ。いやいや、あの時ほど君たち遊撃士のありがたみを感じたことはないからね。それで今日はどうしたんだい？実はこの関所で白い影を見かけた兵士さんがいるって聞いたんだけど。なんだ、ギルドにまでその話が伝わっていたのか。まったく面目ない。お恥ずかしい限りだよ。お恥ずかしいって？幽霊を見たなど寝ぼけていたに決まっている。そのような気の緩みは有事では命取りになりかねん。そして部下の気の緩みは隊長である私の責任だからな。あら、それは隊長さんの早とちりね。その幽霊なんだけど、今ルーアン各地で目撃されているらしいのよ。なんだって？そうだったのか。てっきり寝ぼけていただけだと思ったんだが。いや、それは確かに私の早とちりだったようだ。ニクスには悪いことをしたな。そのニクスさんっていうのが白い影を目撃した兵士さん？なあ、そうだ。カルデア水道の入り口で立証しているから直接話を聞くといい。私からの許可は出ていると伝えてほしい。水道に出たいのかい？ちょっと待っててくれ。今門を開けちまうから。あ、ううん、通りたいわけじゃないの。私たち遊撃士協会の者なんだけど、白い影について聞き込み調査をしてるんだ。それってひょっとして、でもあれって俺が寝ぼけてただけじゃ。ううん、そうじゃないわ。実はあなた以外にもルーアン各地で白い影を目撃した人がいるのよね。
あなたも隊長さんもそのことを知らなかったみたいね。悪いことをしたって言ってたわ。そうだったのか。いやー、安心したよ。夢にしちゃリアルだったからな。で、夢じゃないって分かったらいきなり怖くなってきたな。気持ちは分かるかも。まあそれはともかく、その時のことを話してくれない？できるだけ詳しく具体的に。ああ、分かった。3日前の真夜中、俺は立正で同じようにここに立ってたんだ。ここって滝の音がすごいだろ。でもそのリズムに慣れちゃうとかえって眠くなるんだよね。ちょうど飯を食って交代したばかりだったから余計に眠くてさ。だから眠気を払うためにこの上を行ったり来たりして保証していたんだ。その時さ、俺があれを見たのは。そっか。それってどういうあれだった？白くてぼんやりしてて古めかしい服を着てたよ。それが滝の真上でくるくると踊っていたんだ。俺もゾッとしちゃって思わずライフルを構えてさ。じゃなくて、それを撃ったの？ああ、威嚇射撃のつもりが当てちゃってさ。だけど当たった様子もなくて、その場にぼんやり浮かんでいて、いきなり北の方に飛び去ったんだ。あらら、これは本物かもね。その後慌てて中に戻って隊長たちを起こしたんだけど、立証中に寝ぼけるとは何事だ。しかも無用の発砲までしたのかって大目玉を食らっちゃってさ。はあ、散々だったよ。ご愁傷様です。まあ夢でも見たと思って忘れるのが一番よ。そんな風に言われてももう忘れられないってば。何が理由でさまよっているのか知らないけど、なんとかしてやってくれ。遊撃士なら例の悩みとかも解決できるんじゃないか。やめてよね、神父さんじゃないんだから。でも確かに何か出てくる理由はあるのかも。なんとか頑張って調べてみるわ。ああ、よろしく頼むぜ。ほらほら、そんなにはしゃいだら転んでしまうぞ。でも本当に素敵ね。ありがとう、あなた一緒に連れてきてくれて。いや、君たちにはいつも寂しい思いをさせているからね。このくらい当然の家族サービスさ。仲の良さそうな家族ね。旅行に来たのかしら。そうでしょうね。もしかしたら外国人かもしれないわ。なんてすごいのかしら。見ているだけで吸い込まれそうになってしまうわ。ねえ、そこのお姉さん、この滝ってなんて名前なのかしら。こんなにたくさんの水、どこ
こから流れてきているの？おっと、いきなりね。この滝はエアレッテンよ。バレリア湖から大昔の水道を通ってここまで水が流れてきてるってわけ。バレリア湖って知ってるわ。飛行船で到着する前に見えたとっても大きな湖のことでしょ？うん、そうだけど、ひょっとして外国から来たの？レンのこと？ええ、そうよ。レンは遠くから来たんだから。そっか、レンちゃんって言うんだ。かわいい名前ね。そうでしょ。だってパパとママがつけてくれた名前なんだもの。レン、お姉さんをあまり困らせちゃダメよ。すみません、見ず知らずの方にご迷惑を。レン、迷惑かけてないもの。気にしないでください。外国の方みたいですけど、リベールには旅行に？ええ、私は貿易商でリベールにはよく来るんですが、訪れるたびにこの国の美しさにすっかり参ってしまってね。それで今回は商談がてら私と娘を連れてきてくれたんです。珍しいこともあるものですわ。いいですね、仲のいい家族で。羨ましいでしょう。パパは出張ばっかりだけど、いつもたくさんのお土産を買ってきてくれるし、ママはいつもニコニコしてて美味しいお料理を作ってくれるのよ。そうなんだ。うん、お姉ちゃん羨ましいぞ。まいったな。すみません、まだまだ子供なもので。ねえ、お名前教えてくれる？レン、お姉さんのことなんて呼んだらいいのかしら。おっと、名前を教えてもらって答えないのは失礼だったわね。私はエステル、エステル・ブライトっていうの。遊撃士をしてるんだけど、遊撃士って知ってるかな？もう子供扱いしないで。でもお姉さんって遊撃士さんだったのね。怖い魔獣をやっつけたりするんでしょ？うん、そういう時もあるかな。ほう、遊撃士でいらっしゃるか。その年で遊撃士なんてとてもすごくていらっしゃるのね。まだまだ新米ですけど。リベールの五大都市にはギルドの支部があります。旅行中困ったことがあればいつでも頼ってくださいね。これはどうもご丁寧に。では私たちは宿泊の手続きをしてまいります。ほらレン、行きますよ。お姉さんたちともうちょっと話していたいのに。ねえお姉さん、今度会ったら一緒に遊ぼうね。うん、いいわよ。嬉しいな。またね、エステルお姉さん。おまさな女の子だったわね。ティータちゃんよりもちょっと年下くらいかしら。うん、そのくらいかも。先生のこと思い出しちゃった？ちょっとだけ。あとヨシアと会ったのもあの子くらいの年だったなって。そうだったわね。さてと、次の目撃情報聞きに行く？うん。
ほらレン、じっとしてなさい。ねえお姉さん、今度会ったら一緒に遊ぼうね。では3名様でご一泊ということですね。あ、それでお願いします。ではこちらにサインを。Thank you.